おはようございます。なんか珍しいなんか取り組みやな、みたいな取り組み取り合わせや、相撲じゃない、取り組みやって取り合わせやな、どうすか夏場所やゲームは完璧に、え、何が何が合うたのか、何が何が何がそうなんや、ラジオ的で、ねえ、ラジオ的でやろ、そのなんか話しに、そう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 、来ていただきまして、そう、いい話いっぱいして帰ってきました。それがわからない。仮面なる話をいっぱい。仮面なる話は、どういう風にしたらうまいことしのげるかみたいな。そんな俺講演会やりたいよ。そうやろな、できんねやろな。ね、生きる力ってこと。生きる力はすごいね。すごいと思うわ。たくましくこうしたら生きてますね。やろうか、生きる力セミナー。いやいや、ほんまこれあのね、生きる力言うてもね、貧乏くさく生きる力は。あ、そんなはまあただの努力やから思うんだよ。なんか努力せんと生きる力やろ。いやでもね、努力はいるんですよ。あ、それはまあいいんやろうな。例えば一番大事なカレンダー。あー、なるほど。頭に叩き込むカレンダー。なるほどな。それはそうや、20日後支払い。あー、そうかそうか、なるほどなるほど。25個、35個、全部頭に入れとかな。なぜならばお金を回さない。回さないんだね。なるほど、うん、そういうのはね、その間にこうハプニングがあったらどうすんの。ほんまや、どうすんの。ここはね、なんかしてるけどポーンと言う時あるから、なんか急に怪我して家に帰られるようになったとか、ね、急に怪我して、それを掘り出されるかしらないで、その時はね、もうなんで電話があるんですか世の中なるほどえ、電話一本でそんな便利なことできる。あの、だから困るんだよ、こういう質問されたら。えあのね、うん、電話一本で信用はつくの。つくねや。例えばね、大金に払わなあかんと、払われへん時もあると、電話かかってきますわ、次の日に、どうなってるんですかって言われたら、ここで暗い声でね、すみません、ちょっとって言ったら、もう信用なくなるね、こいつ大丈夫かなって思われる。あ、すみません、ちょっとね、ギャラのね、振り込みちょっと遅いですよ、あと3日頼みますわ、すみません、配達早います、安心するわ、なるほど、あ、そうかと、こいつ元気やわ、頼みますよ、さあ、3日経ちました、金入ってけ、入ってけよな。また電話あるわね、はい、ところがその時はこっちから電話するんだよ。なるほどな、わかる。はすいません、ちょっとまだ遅いですよ、ね、あとちょっと3日頼もすわ、これで1週間延期されるわけ。なるほどな、それはすごいな、うん、向こうもやっぱりこう、さすがやな、先に、うん、ちゃんと払う意思がある、意思があるな、意思があるんや、また元にたまらないねんなということで、意思があるの見せとったら大丈夫やな。そうそうか、人間のこの信頼感はこのやり方でいけると。そうそう、電話一本で、電話で絶対切れたらあかんみたいな、ここそこだけ、携帯だけは絶対切れたらあかんみたいな、信用なくなっちまうわけやな。飛んだんちゃうかとか、飛んだんちゃうか、携帯代すぐ払われへんやつ金返すんかと。なるほど、なってくるので、ここはもう一番大事な、それ公園で回れるのちゃうか、それ。ほんまにね、生きる力、生きる力、生きる力、そうそう、力な。だってお金持ってる人間ね、みんなわかりますよ、パッと見て、あ、お金持ちやな、どこ見たらいいの、時計、いや、わかるやん、時計見ても、あ、お金持ちやな、あ、ええの着てるな、ええの履いてるな、これね、お金持ちはいっぱいおるんです、世の中にはね。金を出すか出すか、そうそう、どうやって見分けんの。ここはね、嗅覚、嗅覚ないじゃん、嗅覚、おお、その人のね、まず僕見るのがね、あのね、これいきますやんか、お金の払い方、あ、はい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 、なるほど、おで先にお金をパンと払ってくる人は出す人なんですよ。はいはいはい、お会いし終わってるでっていう人はもう出す人なんですよ。目の前でね、スゴマン出して人はこれせこい人なんですよ。目の前で出したらあかんねや。そう、例えばそうなん、飯食ってますやん、社長いますやん、どこどこ行こうかって言ったら、今日どこ出したって言って行こうならもうお会いし終わってると。ああ、いてはる、いてはる、そういう人人はやっぱりね、こう、それなのでな、現金で払う人と金持ってんねんけどカードで払う人とどっちやろ。いや、それ関係ない、関係ないのか、僕見てた中では払い方の問題やな。なるほどな、払い方か、そこ思ったりね。おやっぱりそのとこちゃんと観察しとかなあかんねんな。もちろん、はあ、ね、それをするとうまく見ていける。いや、でも確かに払い方の綺麗人と汚いいうことはないけど、ちょっとちゃう人いるでしょ、ちゃう人はいてるよな、ね、なんかどうだね、もったいぶるみたいな、俺おごったってんねんねみたいな出し方する人は確かにそんな感じはあるよな。あとね、僕ら言ったらよ、足代くれますやん、はいはいはい、あれの渡し方もね、あるんですわ。そうだよ、みんなおる前で、はいはいはい、これな、今日持っとけや、チェーマン、チェーマン持っとけや、という人はダメ。なるほどな、ちょっとこう、っていう人の方が
それは確かにそうやな。そうか、あの師匠、俺らの師匠の言うたらスポンサーではないけど、うん、やってはった師匠も綺麗人はみんなシュッと渡してはるな。でしょ、分からんように、ね、分からんように、うん、でその人が長続きするんですよね、付き合いとしても目の前で出すって見え張ってる。やっぱり寝落ちつけんのかな。そう、そか、俺らだけやったってんで、やったってんねんやろな。まあまあ綺麗も早いですね。なるほどな。これ過去のデータでも、いやもうそうそうやねんやろな、データやろな。何も決めつけたんじゃないんですよ。俺昔よ、あの、小北で翔平さんあるやんか、鶴瓶やねん、はいはい、翔平さんの紹介でちょっと自分行かねえようになったから、遊ばしてくれる広島の方に住んであるお医者さん、よう京都に遊びに来はって、はいはい、で初めて行った時にお茶屋さん、お茶屋さんね、お茶屋さんで、ね、持ち合わせやって、はい、でそこに今日行くメンバー来るからって言って、うん、初めてガーンと吉本にお茶屋さん の、うん、あの玄関のとこに靴箱あるやん、はいはい、そこにこんなでっかいリーボックが縦に入れへんね、うん、横にボーンボーンって、うんうん、誰やこれおるとあいかで答えて、誰やろな、うん、このカラーはでかいわなって思ったら、うん、言ったらジャンボ通だやって、リーボック、うん、ジャンボ通だやね、うん、でそれでジャンボさんとね、中西タガタイガースの中西陽希がどう言ったかな、もう引退しとったから、コーチかなんかやった時から、うん、でもね、2人でやって、はいはい、で先生が来やって、うん、一緒に飲みに行ってん、こんなメンバーとこのずっと飲みに行けんねや。でその人もだから現金で持ってはんねん、うん、財布3つ持ってはんねん、うん、100万円入った財布を3つ持ってはんねん、うん、3つ持ってはんねん、3つ持ってはんねん。でも支払いは全部カードで決めたんだ。なるほどな、お金は持っとくんや、持っときはんねん、なるほど、どこで使うか分からへんからみたいな。で俺その時ダイナースを初めて、こんな人ダイナースなんか持ってんねや、すごいね。でも金持ちはおるよ、おるよな、俺の中にはたくさんいてる、ね、俺見た中国人の人、うん、はい、ブラックも、ブラックね、ブラックな、炊飯器何個買いよんねん、20個買うてせやろな。電気屋台で電気管引いたのよ、ほら前でおっさんなんかやったんや、20個すごいね、大人がいいや、炊飯器大人がいい、あのカード貸してほしいわいいんで家帰るわ、家帰るね